ついに近鉄が1点を勝ち越した。ピッチャー吉井の緊張はこの時頂点にまで上り詰めていた。普通じゃなかったなっていうか、めったにああいう風にならないんですよ。まあ気は短い方なんですけど、判定に対してはあんまり文句言わない方で、だけど、まあ、かなりのプレッシャーの中でやってたんで、それがそうさせたんだと思うんですけど、もう精神的に、まあ、いわゆるプッツンっていうんですか、それ切れてるっていう状態で、なんか闘争心とかそういうのもなかったんだと思うんですけど。